チャタヌーガ、チャタヌーガ、チャッタノーガは、アメリカ合衆国テネシー州南東部に位置する商工業、及び観光都市。人口は15万5500人。2004年で、州では4番目。テネシー川流域開発公社によるアパラチア工業地帯の主力として知られていたが、公害で、環境も悪化した。しかし、今日では、再開発が進んで、 全米でも特に住みよい都市の一つに成長している。使命はこの地に専住していたインディアン部族のチェロキー族の言葉で岩が迫り来る場所という意味である。その一方で、原住民族であったチェロキー族が強制移住を余儀なくされた歴史がある。アトランタとナッシュビルからそれぞれ2時間程度の距離にあり、交通の便もよく、近郊には 大小400以上の岩石と植物が織りなす、ロックシティガーデンやルビーホールズ洞窟、世界一の休憩車を走るケーブルカー、7つの州を一望できるというルックアートマウンテンがあり、多くの観光客が訪れている。また、市内にも観光名所があり、観光に力を入れている、事故で記述。北緯35度4部、整八85度15分に位置している。 アメリカが州国統計局によると、総面積 370.8km である。このうち 350.2km が陸地で 20.6km が水地域である。総面積の5.56%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査によれば、人口は155,554人、65,499世帯。 および39,626家族が暮らしている。人口密度は 444.2km である。205.9km の平均的な密度に72,108件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は、白人59.71%、黒人36.06%、インディアン0.29%、アジア1.54%、 太平洋諸島系0.11%、その他の人種1.01%、及び、パ欠1.30%である。ここの人口の2.11%はヒスパニック、または、ラテン系である。チャタヌーガ市内の住民は22.4%が18歳未満の未成年、18歳、以上24歳以下が10.8%、25歳。 以上44歳以下が28.8%、45歳以上64歳以下が22.8%、よび65歳以上が15.2%に、わたっている。中央値年齢は37歳である。女性100人ごとに対して男性は89.3人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は85.2人である。 チャタヌーガ市の世帯ごとの平均的な収入は32,006ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は41,318ベイドルであり、男性は31,375ベイドルに対して、女性は23,267ベイドルの平均的な収入がある。チャタヌーガ市の一人あたりの収入は19,689ベイドルである。人口の17.9%及び、 家族の14.0%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の27.0%、及び65歳以上の13.8%は貧困線以下の生活を送っている。金属、繊維、化学、食品など、多種多様な工業が盛んであったが、1960年代は大気汚染がひどく、全米で、 最も大気汚染のひどい都市のレッテルを貼られた過去を持つ。1970年代にはその工場が不況の煽りを受け、相次いで閉鎖。廃工場に不労者らが溜まり、治安悪化が進んだ。そこで、官民一体となった再開発に乗り出し、かつて機能していた鉄道ターミナル跡地に、ホテルとショッピングセンターが一体化した商業コンプレックス、チャタヌーガ中中央県。 またテネシー川下半には、淡水魚を扱う水族館としては、世界最大級のテネシー水族館がある。さらに大気汚染対策として、無料の電気バスを走らせており、市の名物となっている。電気バス製造は、世界にも輸出する、地場産業ともなっている。2008年7月15日、フォルクスワーゲンがチャタヌーガに、自動車組み立て工場を建設すると発表。 同工場は2011年から創業を開始する。チャタヌーガ市は、ローカル、地域及び、ネットワーク系列局によってサービスされている。チャタヌーガ市のラジオ放送局は、チャタヌーガ市は、多数のテレビジョン放送局がある。チャタヌーガ市は、少数のオンラインニュース及び、メディア素材の他の手段を持っている。在住する、日本人は多くないものの、 岩手県東野市では、市の海外交流事業として1990年、平成2年度より、市内の東野高校と、東野緑本高校の学生を、チャタヌーガ市に派遣し、交流を行っている。また、平成11年度からは、中学生を対象とした、海外派遣事業も、新たに開始した。なお、高校生は、約3週間、中学生は、約1から2週間、 現地にホームステイを行う。期間中は、現地の学校に通い、そこの学生との交流を行っている。夏には、現地の学生が3週間、等の訪れそれぞれの高校に通う。その際、海外交流事業に参加した、市内の高校生を主に、アメリカの学生をホームステイさせる。このように、アメリカに行きホームステイを行うのは広く知られているが、市の事業として、 現地の学生を日本にホームステイさせるというのは比較的少ない。チャタヌーガはシスターシティーズ・インターナショナル・インクによって指定された7つの姉妹都市と提携している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。